はい、来たー。あ、また住民から手紙か。これ今度誰？ショコラブルース。あ、ブルースは昨日誕生日だからあれだな、お返しだな。こじゃれた梅洗い。はい、この前はどうもありがとうな。昨日ね、おめえのバースデープレゼント選びのセンスには脱帽したぜ。お返しでこいつを用意したから受け取ってくれ。来年も期待してるぜ。なんてな、ブルース。あら、いいのにお返しなんて。来年までいるので、ショコラ何？ちょっとプレゼントどっちのか分かんなくなるから、一回この子から。はい、ブルースからね、これ。はい、作業服。何これ、ちょっと着てみていい？あー、着ないですね。じゃあ次ショコラだな。ショコラどうした？調子はどう、梅原さん。あなたがちゃんと眠れているか急に心配になっちゃったの。あ、何？彼女？疲れを取るのに睡眠ってすごく大事なんだから、おすすめ快眠グッズを送るわね。試してみてちょうだい、眠れるショコラ。なんだ、眠れるショコラって。はい、ありがとうございます。何これ、そういうグッズくれたの？プレゼント、これちょっと開けてみようか。モコモコナイトキャップ。はこれ、うわー、もう3つ目です、これもらうの。さあ、6時になったっぽい、チャイムが。6時、6時になったね。ヘンリーがいなくなっている。さあ、売り土地ができたということは、離島に行けばまた新しい住民候補に会えるんじゃないか。今回キャンプに誰も来てないんで、ちょっと住民候補を探しに、キャンプね、すっからかんだから、ちょ、離島行こう、離島。これは新しい住民来るんじゃないか。多分空きがないと離島どうなんだろうな。行ったことないんだけど、パンパンの状態で現れないんだよ。レイジ、こんな朝6時から何やってんの。じゃあマイル旅行券をちょっと購入しましょう。じゃあ、おー、何やってんの。ごきげんよう、梅原さん。そうね、お話しよう。うふふ、あなたとお話しているだけなんだか楽しくなっちゃいます。なんだそれは、告白と取ってよろしいですか。すいません、告白と取ってよろしいですか。あら、どうしました。そうね、話しに来たよ。レイジ見てる、こっち。また新しく土地が売り出されてますけど、今度はどんな方が引っ越してくる。あ、これからちょっと離島で見てこようと思うんですけど、うん、あ、期待。ヘンリーが出てっちゃうっていう、あの寂しさもう全くないね、もう。よし、行くぞ、マイル旅行券。はい、はい、来ました。お、なんか雪降ってない？わ、なんか暗いな。ここにいるっぽいんでね、多分ね。空きが出たってことはいるよね。で、最後ね、ショコラかカールだと思ってたけど、アイソトープちゃんという伝説のあの馬みたいなのがいたんですよ。一日で消えていったアイソトープちゃん、引っ越してきた翌日に、誰だったかな、ヘンリーと入れ替わったんだっけな、あれ。なんかそんな感じで出てったんでね。こ、なんかいる、なんかいる。角見えるぞ、角。なんか角見える。おい、なんだ、なんだ、あれ。おい、何あれ。え、また鹿？また鹿なの？あれ、何あれ。あれ何？ちょっと待って。あれ何？あれ何ですか？あれ。何もんこれ。え、なんか、鹿かな？おい、鹿ばっかり。鹿3頭目だぞ、これで。え、鹿しかいないの？ユッキー。あ、私以外にもこの島へ旅行に来られた方がいらっしゃったんですね。あなたに声をかけてもらえてよかったです。私はユキって言うんですよ。あなたの名前は？なるほど、梅原さんですね。え、お宅がいきつかお立場からはるばるこの島まで来たんですか？私はこの近くの島に住んでいるんです。でも冒険が好きっていう意味では住んでるところは遠いですけど、私たち似た者同士かもしれませんね。ペッて唾吐いたの今。え、痰吐いた？え、何した？怖い。何？もうそんな顔して何？ペッて、もうやめてよ。え、それともペッて何？加トちゃん方式？え、やだ、もうどちらにしよう、やめて、もう。もうなん、ユッキー。ははは。忙しい日々の暮らしから離れてゆったり過ごすこの島での時間は心の洗濯にもってこいですね。最近私が住んでる島での暮らしもちょっとマンネリ化してきちゃって飽きてきたところだったんです。ペ、吐きすぎだよ、タンを。うちの島に来てみる。え、本当にいいんでしょうか。さっきお伺いしたお宅が行き着くお田島にまさか誘っていただけるなんて、私なんだかとっても嬉しいです。まるで夢を見てるみたいな気分ですよ。後から嘘だなんて言わないでくださいね。もう嘘だったらどんだけ唾吐かれんだろうな。大丈夫だよ。ふふ、それならよかったです。早速引っ越しの準備を始めなくちゃ。急に忙しくなりそうです。それで、なるほど、移住の手続きはたぬきさんという方に連絡するんですか。忘れないうちにやらなきゃですね。いや、なんかちょっと鹿だよね、これ。鹿？何これ、鹿？鹿っぽいけどさ。初めての島に引っ越すのはちょっぴり勇気がいりますけど、あなたと一緒なら大丈夫。写真撮ろうよ、ユッキー。ユッキー、
ちょ待って、雪、だから雪が降ってるのこれ。雪が降ってるから雪がいいのかな。それ関係ないのかな。ちょ雪写真撮ろ、雪ね、雪写真撮ろ、雪、雪ちょっと待って待って待って、雪写真撮ろ、写真撮ろ、雪、雪、雪ちょっと待って、私のスティックもいかれてる。雪待って待って、雪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 待って、雪、雪、おおりゃ、雪ちょっと写真、ちょ雪、雪ちょっと前向いて、そう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 、ああちょっと雪、あいたいた、雪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 、あーよ、ちょっとちょっと雪、雪、違う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 、こっちじゃない、こっちじゃない、雪こっちじゃない、このあたりがいいかな。雪、雪、ああ雪、雪、雪、雪いいぞ、よし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 、雪、雪、オッケーオッケー、ちょ、私のスティックがいかれてる。あ、いいいいいい、ちょ待って待って、はい、あうわはい、そうそうそう、あいいじゃん、雪可愛くない、ちょっと雪可愛いね、雪ちょっとこっち向いて、もう一回、雪、雪これで呼べばいいのか。あ、いいじゃんいいじゃん、トンボに夢中、あ、なんで半面になるんだよ、なんで半面になるんだよ、ちょ雪、雪これでピューウィってやればいいのか。あ、いい、ゆき可愛くない、なんかあのデフォルトの衣装可愛いよね、赤いコートみたいなの、うわめちゃくちゃ可愛いじゃんこの子、この子うちに前髪しかないなんで前髪しかないの他の毛どこ行ったんだよ。ゆき可愛くない、普通にこれ、人気あんのかな、でもあんまないのかな、わかんない、人気とかがあんまわかんないけど、いやでもどうなんだろう、結構でも可愛くない、これ可愛いと思うけど、なんだろうね、前ダメだ、前髪気になる、ほっ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 、ユキちょっと、ユキちょっと危ないから、ユキちょっと危ないよ、お金鉱石出た、ユキ、あ金鉱石2つ出た、やったわ、これで終わりか。じゃあユキうちの島明日ね、明日来てね、ユキ可愛いな、ユキ、じゃあな、ユキ明日ね、明日来てよユキ、じゃあねユキ、また明日ね、よしじゃあ帰るわ、はいただいま。で、あそこのヘンリーの家だったところがもうユキ様ってなってんのかな、はい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 、こっちだな、おお、ご聖役になってる、はい来た、ユキ様ご新居、明日来るんだな、じゃあ明日ね、ユキちゃん、朝の9時半になってたぬき商店もオープンしたんで、株価聞くからもうさすがに失敗できないんで、ちょっと午前の株の価格聞きましょう。いやこれやめてよ、またさ70とか80とかそういうの出るんでしょどうせ、もうなんか嫌な予感しかしないもん、この1週間全部下回る可能性しかもう考えてない、いきます、株価教えてください、はい、今日の株価は、さあ来なさい、あーまあ上がったっちゃ上がったな、108、いやここでなんか様子を見てね、これ温存しますとかやってると痛い目見るんだよな、いや108か、これちょっとどうするべき、なんか安いよねでも108って、まあ損してなければ何でもいいっていう感じになってきてるんだけど、いやどうしようこれ、時を通るのか、お来た来た来た、ただ私がこう待ち受けていると多分時を帰ってくんだよな、お来るのか、どうするんだ時を、はい帰った、12時半午後になったんで、ちょっと株価をまた聞きに行くか、午前はスルーした、もう108だったっけ、108まだいけるんじゃない、お時をまだいけるんじゃないかっていうこの強気の姿勢、2週連続で損してるとは思えないこの強気な姿勢で午後を迎えました。これ下がってたらちょっとやばいね。ただまだ水曜、え今日水曜、あれ水曜か、水曜で、木金土まだ3日間あるから、まだ3日間、いやそう考えるとでも半分かこれで、ちょ株価教えて、いきますよ、はいお願いします、はい、あーこれちょこれどうするべき、これどうするべき、ブタンゴリラこれどうするべき、お時を148だよ今日、148だって今日、いやー今日もニコニコ頑張ろうね、およよお話を、畳のベッドみたいな和風のものにはわさびがあるってテレビで言ってたよ、わびよおリアーな、なんかすげえ、どういう塗りたくって言ったな、テレビで言ってたわさび、わびさびってやつですか、僕苦手なんだよね、あわさびね、僕好きだけど、あの大学の頃あの飲み屋とか行くじゃないですか、居酒屋とかで、なんかお刺身とかなんかいろいろ頼むとさ、わさびすごいなんか巨大なやつがついてたりすんのよ、あれをはいあーんってね男に食わされるっていう、どういう立場よこれ、おリアーな、だからな塗りたくってくんなって、なんだ君は、えわびさび、およよ、でも何だったのこの会話、お中古の家の前で何くつろいでんだ、何それ、えコーヒーじゃない、何それ、野菜スープ、何それ、何それ、中何入ってんのそれ、話に来たよ、それ何、
おめえ中古の家にいたことあるあるある。ごめんね、なんかあいつがどうってわけじゃねえんだが、インテリアの好みは人それぞれだなってつくづく思ったぜ。え、ディスってる？ディスってない。この前さ、なんかセンスあるなとか言ってたじゃん。この前家入ってる時センスある、それ何なの、そのスープ。え、それスープ気にしてるね、こっちを。私もそのスープが気になってる。それ何それ。ちょ、飲ませないよ、飲ませない。今飲もうとしただろうけどね、飲ませないよ。世間話でも島を知り尽くしたこの俺が一押しの散歩コースを教えてやる。あなた結構新入りだけどね、もう知り尽くしたの。はい、まずは海沿いを散歩すると海風の気持ちよさで晴れ晴れとした気分になるぜ。試しに歩いてみたらどうだ。わかりました。あなたがそう言うんだ、飲ませないよ、そんなの。ナチュラルのガーデンチェアを使わせてもらう。あー、使いに来てんだ。いや、なんかスープをわざわざ持参してね、こうそこに座りに来てんだ。で、そのスープは何なの、そのスープ何、それ飲ませないよ。おめえってさ、甘いもんはいける口、甘いもの好きだよ。俺はガキの頃からどうも苦手でよ、ほとんど食べたことがなかったんだよな。へえ。ところがこの間昔からの連れにマカロンとかいうもんもらったのさ。あ、マカロンね。試しに食ってみたらこれがなかなかいけるじゃねえか。ま、ああいうもんもたまには悪くねえかもな。しかしな、甘いもの食べてたんだ。まあマカロンとかはね、飲ませない。もう株530株こう売りますもん。はい、来ました、ついに来ました。これ2万8000ベルぐらいね、得したということですね。よかった。もうここでさすがに決めとこう。もうさすがに明日以降ね、バーンってこう爆上がりしたとしても、それはもう結果論でしかないから、もうだいたいいつもやめとけばよかったってなるから、ね、レイジが来てる。おー、ナディア、どうした、ナディア。あ、ちょ待って、ハード、え、ちょ待って待って待って、誰だあれ、中古か。ちょ待って待って待って、一郎 おしゃべりですよね。はい、そ、水曜だね。ちょ、やばいやばい、もや出てる子いるんだわ。え、学校が早く終わる日、帰ったら玄関からカバン放り込んですぐに遊び、あー、昔の話 か、今学校通ってんのかと思った。え、それよりさ、ちょっと、え、もや、あ、あー、中古からもや出てる、やばい、これ終わる終わる。え、中古、あなたまさかアイドルになるために上京するの？あなた上京するの？もしかして、え、乃木坂に加入するの？中高、今日はアメユにサプライズが、うわ、そんな、何、出ていくことをそんなサプライズだなんて、じゃーん、これ受け取って。何これ、何ですかこれ、ラタンのローテーブルだよ、もし気になかったら捨てちゃってもいいからね。終わり、え、出てくのかと思ったよ、もう。いや、もう、あたいにまだ何かよ。わ、出てかないパターンだったな、これ。今日のリラックスタイムは、グリーンティーを飲むことにしようっと。あたい、その日のお天気によって、お風呂上がりに飲む飲み物を変えて、あ、いいね。なんか、そういうの楽しそうだね。あ、中古、焦らせんじゃないわよ。あんた、出てくのかと思ったじゃん。俺は中古、焦らせんじゃないわよ。なんか、ここ密集してない。なんでこんなところに密集してんの？おい、な、5人もいる。あ、で、ティーナ！ティーナ？ティーナ、おー、なんか、いすぎじゃない、ちょっと、おー、いすぎだろ。お、なんだ、時をと、お、あ、なんか喋ってる。二人なんかトーク始めたぞ。なんだそれ、何を喋ってんだ、君ら。ティーナ、ショコラくん、ちょっと聞いて。こないだ、お外で走り回ってたらね、木に引っかかって、お気に入りの帽子に大きな穴が開いちゃったんだ。あ、それ大変だったね。ふふふ、任せなさい。私が元通りに繕ってあげるわ。うわ、こう見えても針と糸を持たせたら私の右に出るものなんていないのよ。本当に、うわー、行ってみてよかった。実は僕、ショコラくんってそういうのできなさそう。ほら、ちょ、ショコラが、ほら、もうあなた、そういう時をそういうとこよ。あなた、私前から思ってたんだけど、時代さんって時々失礼なこと言うわ。時々じゃないんだよな、これが。また時々ではないんだよな、頻発してんだよね。そんなことないと。花が散ってるな、もう。お、え、リアーナ、リアーナ、ちょっと褒めてるんじゃないんだけど。お、な、お、な、リアーナ、リアーナ大丈夫か、リアーナ、リアーナ大丈夫か、リアーナ心臓マッサージ、え、ちょっとみんな、リアーナが、リアーナなんでこんなに集合してんの、ここに。なんで、リアーナが、ほら、リアーナがみんな、リアーナが、リアーナが起きないの、ね、リアーナが起きないのね、みんな、ね、みんな、全然、え、リアーナが起きない、ね、リアーナが起きないって、おー、起きた。